腕章は腕に巻いたりつけたりすることで身につける記章。英語では特に軍用の腕章及び準軍事組織や警察や政党などの使う腕章をかつての甲冑において腕全体を守っていた腕当てにちなんでブロッサードと呼ぶ。入場許可証として使用されるものはアームパスと呼ぶ。腕に巻く腕章は大きく目立つため遠くからでも判別しやすい。そのため公然とそのものの所属、役割など示す。例えば私服や工兵用の作業服など、通常は階級章をつけない服の上に所属する組織や階級を示す腕章を巻くことで、警察官や軍人であることが示されることがある。憲兵や衛生兵、赤十字社関係者は、自らの地位を周知させるため所属する組織の腕章を巻く。また、ハーグ陸戦条約では、腕章で公選資格のある団体に所属していることを示せば、捕虜の待遇を受けることができる。社会的な変動期には、特定の政治運動を支持していることや政党に属していることを示すためにも腕章は使われる。バイマル共和制時代のドイツでは、ナチスは街頭での示威活動の際に、針十字の入った赤い腕章を身につけ、またユダヤ人迫害の際には、差別されるべき存在の目印として、ダビデの星を縫い付けた腕章を付けさせた。中華人民共和国の文化大革命で猛威を振るった紅衛兵は皆漢字の標語が入った赤い腕章を身につけていた。現在の日本でも日本共産党では街頭宣伝の際、取材担当者は日本共産党、プレス新聞赤旗など党名、指名入り腕章をつける。事件、事故、災害などの際、報道関係者は一般人との識別のため、プレス、報道、取材等の腕章をつけている。黒い腕章は、葬儀や集会、スポーツ競技の場などで、死んで間もない関係者に対する弔意を示すために、使われる。いずれにせよ、腕章は特定の集団、立場にあることを周囲に周知させるためという特徴がある。なお、サッカーにおける、キャプテンマーク腕章は走り回っているうちに抜け落ちたり、しては問題なので布の帯ではなく、伸縮性のあるジャージ上バンドである。日本では、緑の地に白い日本線の交通警察部門、または交通指導員、交通警備の腕章がよく知られている。由来は、路面電車の軌道であるという。帯状で、脱落防止紐や安全ピンのついた形式が一般的である。しかし国や組織によっては懸賞を通して吊り下げるために中央部分が盛り上がりスロットを入れた山形になっている形式のものも存在している。ありがとうございます。